皆様、こんにちは、こんばんは。今回の動画は、あの花のかきたま塩ラーメンを作って食べるだけです。卵を1個割りほぐします。この時点でお鍋に 500ml のお湯を沸騰させています。ここから煮る時間は3分です。麺を入れて2分はそのまま煮ます。2分経ったら麺をほぐします。2分30秒で卵を流し入れます。蓋をして20秒ほど煮ます。吹きこぼれに注意してください。火を止めてスープを入れて混ぜたら完成です。器に入れて、あとは豪快に食べるだけですが、あの花のシーンを思い出して食べると感動です。ネギをトッピングしてみました。卵がふわふわで美味しいです。チャンネル登録はこちらからしてね。おすすめ動画はこちらからタップしてね。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。